地球の皆さん、こんにちは。月くんと申します。今日は初代ウルトラマンの最強怪獣ランキングトップ10の改訂版です。初代のランキングは一番最初に作ったランキング動画なので、順位の付け方がかなり甘かったのでやり直します。他のシリーズは今のところやり直す予定はありません。いつも通りこちらのルールにのっとって、個人的な好みやキャラの格は関係なく、作中での純粋な強さのみで順位をつけています。それでは順位発表です。どうぞ。10位は第36話に登場した変身怪獣ザラガス。このザラガスはダメージを受けると、その攻撃に対して耐性を持って進化するというヤバい性能を持っています。それに加えてザラガスフラッシュという必殺技を持っていて、6000万カンデラというはちゃめちゃに明るい光を放って視界を奪ってしまいます。灯台の光ですら数十万から150万カンデラくらいなので、そのバグった数字でお分かりいただける通り、食らえば即失明です。それに加えてシンプルにパワーもあって気性も荒い上に、建物を武器として使う知能もあるザラガスが10位にランクイン。9位は第19話に登場した赤色火炎怪獣バニラ。赤い悪魔と恐れられていて、3億5000年も封印されていた怪獣。家督隊の総攻撃を一晩中受け続けても古虫できる耐久力や、口から放つ高熱火炎、パワフルな近接戦闘能力など、現代に復活してからもその実力を見せつけました。全くの互角であるライバル怪獣との戦いの最中に家督隊に邪魔されてしまった結果負けてしまって、ウルトラマンと戦うことはなかったとはいえ、その強さは本物だったバニラが9位にランクイン。8位は第19話に登場した生殖発泡怪獣アブラス。青い悪魔と恐れられた怪獣で、メルトバブルという泡のような溶解液は命中すると相手の体をドロドロに溶かしてしまいます。それに加えてシンプルにパワーもあって近接戦闘能力に長けているんですが、特筆すべきは耐久力にあります。9位のバニラと対マンした後にウルトラマンと戦うので連戦になるんですけど、メルトバブルとスペシウム光線を交互に打ち合って、なんとスペシウム光線を2発も耐えます。3発目でようやく沈みましたが、その耐久力とメルトバブルの強力さでウルトラマン相手にも善戦したアボラスが8位にランクイン。7位は第21話に登場した毒ガス怪獣ケムラー。皮膚がカチカチで甲羅はダイヤモンドの10倍とかいう意味がわからない高度になっています。必殺のダークセントと呼ばれる毒ガスを撒き散らかして、そのガスはなんと10キロ四方の生物を全滅させるほどの威力です。それに加えて近接戦闘でもウルトラマンと押し合えるほどのパワー、スペシウム光線を古虫できるほどの防御力、その総合力の高さでウルトラマンも家督隊の助けがなければどうなっていたかわからないほどの強さを見せたケムラーが7位にランクイン。6位は第38話に登場した高熱怪獣キイラ。このバッキバキの目からショック光線という食らったら失明確定の凶悪な光線を使います。それに加えて防御力耐久力に優れていて、なんと八つ咲き降臨も至近距離のスペシウム光線も全く効きません。さらにはダウンしたふりをして騙し討ちをしたり、知能も相当高いことがうかがえてかなりの総合力を誇っています。新技のウルトラサイコキネシスでなんとか倒せましたが、かなりウルトラマンを追い詰めた影の実力者キイラが6位にランクイン。5位は第26話27話に登場した古代怪獣ゴムラ。空輸中に麻酔が切れて高度 2000m から落下したにもかかわらず、ピンピンしているドン引きレベルの耐久力とウルトラマンをボコボコにした尻尾での圧倒的攻撃力、特殊な能力はないものの圧倒的パワー、フィジカルでご利用せるシンプルに高い戦闘力を持っています。ウルトラシリーズ初の1話で倒すことができなかった怪獣で、ウルトラマンと一度引き分けた実績でゴモラが5位にランクイン。4位は第17話に登場した4次元怪獣ブルトン。その名の通り4次元空間を自在に操るという意味不明なチート能力を持っています。重力を操ったり空間を歪めたり、かなりトリッキーで厄介な性能です。近づいての物理攻撃はまず通用しないし、攻撃を当てること自体が一苦労です。
ウルトラマンだったからなんとかなったものの、一般的な怪獣レベルであればなすすべなく完封フルボッコされるレベルの強さを誇るブルトンが4位にランクイン。3位は第7話に登場した磁力怪獣アントラー。家督隊のトルコ支部、インド支部、パリ本部に大打撃を与えた怪獣。虹色の磁力光線、砂煙で目くらまし、巨大なアリ地獄を作って敵を引きずり込む。地面を移動して敵の背後に回り込むなど、攻撃や行動のバリエーションがかなり豊富です。それに加えてウルトラマンに引けを取らないパワーやスペシウム光線が効かないほどの防御力など、基礎戦闘力も非常に高いです。バラージの青い石がなければどうなっていたかわからなかったほどの強さを見せたアントラが3位にランクイン。2位は第33話に登場した悪質宇宙人メフィラス星人。小学生が考えたような IQ1 万というとんでもない知能指数を誇る宇宙人。知性派っぽい感じなのに、なんと戦闘力もウルトラマンと互角なガチガチ文武両道な宇宙人です。スペシウム光線と八つ崎降臨を相殺できる技を持っていたり、飛行能力や身のこなしも全くの互角です。それに加えて他の星人を召喚したり人間を巨大化したりなど、ウルトラマンにはない能力も持っていたり、活動時間の制限がおそらくないであろうことも考慮すれば、ウルトラマン以上の強さといっても過言ではないメフィラス星人が2位にランクイン。1位はなんと第39話に登場した宇宙恐竜ゼットン。当然ですね、皆さんご存知、初めてウルトラマンを倒した怪獣です。一丁度の火球、ウルトラマンの必殺技を貫封するバリア、攻撃回避や一瞬で敵の背後を取れるテレポーテーションに加えて敵の光線技を反射するなど、多彩で強力な能力を持ちまくっています。それらの能力以外にもウルトラマンの打撃を受けてもほぼノーダメのフィジカルや、殴り合いでもダメージを与えられるパワーまであります。ウルトラマンをフルボッコにして、底知れない不気味さと恐怖で当時の子供たちにトラウマを植え付けたゼットンが堂々の1位。はい、ということで旧ランキングからの変動はこんな感じになっています。かなり精度が上がったと個人的には思ってますけど、正直下半分くらいは実力にほとんど差がないと思ってます。旧ランキングにバニラが入っていなかったことにブチギレていた人も、これで満足してくれていることを祈っています。ちなみに新旧ともに11位はケロニアです。そろそろ昭和最強怪獣ランキングの作成もやっていこうと思いますので、楽しみに待っていてください。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。